ボランティアの申請を確認しました。ここから派遣護送車到着までの間、資格を制限させていただきます。今回のボランティアの概要を説明します。本パノプティコンの貴重な資源であるシリリアン、ユリアン・サラート、E が適正パノプティコンに略奪されました。敵アブラクターからこの資源を奪還することが今回のボランティアの目的です。シリリアンの奪還を最優先に行動してください。今回のボランティアは第2コードを取得するための特別なボランティアです。成功させれば、欲望の外に出ることが許されるほか、さまざまな権利が獲得できるようになります。それでは派遣護送車に向かいます。おお、お前も受けるのか、上位コード取得講師。当然、これくらいさっさと終わらせて早く第二コードに上がろうぜ。どうやら第二コードからは PT の内部もある程度自由に歩けるらしいぜ。最下層暮らしにも飽きてきたとこだし、このボランティア絶対成功させようぜ。勢力の反応を感知しました。アブダクターからシリリアンの反応を感知しました。シリリアンを奪還してください。絶対に、よっしゃ、さっさと終わらせようぜ。敵アブラクターからシリリアンを救出し、護送機まで搬送してください。
した。これで攻撃が通るはずだ。装置まで搬送してください。敵アブラクターを撃破しました。敵増援接近中。間もなく回避します。護送機が設置されました。護送機にシリアンを搬送してください。ボランティアは成功しました。保証局管理部へ報告します。資源や戦闘用アイテムを生産局へ納品することでより多く恩赦が受けられます。シビリアンからあなたへの面会申請が提出、受理されています。これより面会を開始します。いや、僕はユリアン・サダーといい。さっきは本当にありがとう。どうしてもお礼が言いたくて会いに来たんだ。迷惑だったかな。それは良かった。さっきのボランティアで君たちに助けてもらったシビリアンだよ。あのまま別のパノプティコンに連れ去られていたら、二度と妻に会えなくなるところだった。もしそうなっていたらって考えるとゾッとするよ。助けてくれてありがとう。何かあったらいつでも声をかけてくれ。僕はよくモザイク街のザッカーにいるから。じゃあまた。